気味のディフェンスですね。守備の形から変えてきた報徳学園、2-3 のゾーンですね、はい、そしてゴール下入っていって決めてきました。ここはヨネス、はい、こちらも2年生、まあ、ゾーンの報徳学園自らを伝えている感じがあります。さあ今度は東山、ここも狙ってきますが決めてきた、ね、ヨネスです。やっとアウトサイドね、はい、来ましたね。さあ奈良詰めるのか離すのか、ヨネスがうまい、決めてくる。少しここに来て各選手伸び伸びと何かプレーするような、そうですね、印象があります。今もデイビッドのビッグアンドロールが、ね、非常に速くて、はい、その後ろを、ね、ディフェンスが行こうとした隙をつきましたね、はい、かなりヨネスも入れ返すという。いや2年生のポイントガード、この生のポイントガード、おっとスチールに来たヨネス、よく見ていました。狙ってましたね。いや狙い通り、はい、まあ、こういうところの、はい、まあ、なんでしょうね、そのか、さあまた少し得点が停滞という中で言いますが、ね、ね、ブロックに行ったんですが決めてくる。バスケットカウント。いや桑田川、渡辺拓真さんも注目選手に挙げていたんですが、はい、この辺りの本当によく走りますね。そうですね、はい、今は中川選手も素晴らしかったですけど、米津選手のパスもね、はい、昔の田臥勇太選手のパスをね、はい、ちょっと思い出させるようなパスでしたね。ここしかないというような、はい、長い距離のパスというのがね、かなり印象に残りますが、あ、そしてここで大津で西部、もう一度と米津決めた、ね、ポイントガード米津、ここは点を取りました。これで東山リードになります。いやこの目つき、いやこの集中力、正面から打ってくる。リバウンド東山、いいパスが通る、決めました。ナイスパスのナイスランでしたね。報徳学園がタイムアウトを取ります。西部もよく走っています。同じような組み合わせの得点というのも先ほどもこのマッチアップからかなり距離がある。リバウンド東山、得点につながると大きいんですが、ヨネスのドライブからレイアップ。いいですね。いやさすがに流れが分かっています、はい、今も、まあ、デイビッドがファーストシュートで割りたいですね、はい、このオフェンスを。デイビッド、あとボールを奪った東山、ヨネスから前に送る。そして1年生またここは決める、大活躍。初ラストしたプレー、西部昌磨、西部昌磨のいい働き。いいですね。ボールに向かっていきますが、あと宇都宮がボールを取られた。そして前に送る、また来るか、来た西部、1年生の大きな力、コートを駆け回って70-62、8点リードにしました東山です。まあ、脇坂選手はね、いいディフェンスでしたね、はい。ディフェンスから最後のタイムアウトを取りました報徳学園です。お互いのキャプテンがね、ここに来ていい仕事しますね。